はい、おはようございます、つつけんです。今日は3月の10日木曜日、現在の時刻は8時過ぎ頃になります。今いるのはお宿つつけん、その前にかかる吊り橋の上を歩いております。こちらはね、河津駅から約上流へ5キロほど来たところにあるんですが、ここはね、河津町内でも割と遅めに桜がね咲くところです。やはり今年も若干まだこちらの方がね、お花の色つやも残っていますし、花びらそれほど散ってはいないかなといったところです。今日はね、これからまたちょっと今日はまだ8時なんですけど、遠征に行こうかなと思っております。なので今日またもう一本動画が上がると思うので、お楽しみにしていてください。はい、ということでね、お宿つつけんから今日はお届けしました。はい、そして明日、明後日日曜日、金土日曜日、まだ若干の空きがございますので、もしよろしければ下概要欄にメールアドレス貼ってあります。そちらからご連絡をねいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日は遠征に行ってきます。それではつつけんでした。